すべての魔族を滑る大魔王アザトデスの島。今まで幾人もの勇者がこの島へ渡り、そして敗れていった。アザトデスに唯一対抗できるのは竜族の長ヨーゼフが作り上げた聖なる氷炭のみ。竜族のマナと竜剣士のルースを両親に持つドラゴンハーフミンクとその一行は、その聖なる氷炭を使い、一度はアザトデスを封印することに成功したのだ。アザトデスの副子ミンクの祖父タイタンから作られた悪意のクローンタイタンによって聖なる氷炭を破壊され、アザトデスは復活してしまった。破壊された聖なる氷炭は三種の神器となって各地に散った。三種の神器をすべて集めたとき、聖なる氷炭は再びよみがえる。そしてアザトデスを倒すのは誰なのか。大魔王アザトデスを倒し、大地に平和を取り戻すため、今希望に燃える勇者たちが旅立ちの時を待つ。まずはこちらに芝国王女ビーナさんをお迎えしています。この容姿端麗にして黒魔術も免許皆伝のゴージャスプリンセス、ビーナを怒らせたらどうなるか覚悟してらっしゃい、ミンク。あのだからミンクじゃなくてアザトデスを。大魔王アザトデスを倒せばいいんでしょ。この頭脳明晰なパーフェクトプリンセスビーナがそんなことも知らないと思ってるの？ミンク、あなたにピドポーションは渡さないわ。同行のミグさんはアザトデスの実の息子だということですが、目首をかかれるといった心配は？大丈夫、この写真がある限りそんな心配はいりません。勝利を確信するビーナ王女でした。では第二中継地点のビアさんを呼んでみましょう。ビアさん。はいはい、いつも元気なビアです。こちらにはメイクのご用心マナさんとルースさんの一行が見えます。マナさん、あー悲しい。じゃあ代わりにルースさんたちと一緒に勇敢にも超凶悪な大魔王アザトデスに立ち向かおうというピアのパパマリオさん、どうぞ。第2中継地点からの中継終わります。第3中継地点のミックさん、どうぞ。はい、お待たせしました、ミックです。こちらは特別参加のレッドライ大帝4将軍が出発を今や遅しと待ち構えていらっしゃいます。女神さん、インタビューお願いします。
しました。ではルファーさん、お返しします。というわけで皆さん、強豪揃いで頼もしいですね。これでピアたちの勝利は決まりだね。この勇者ルファーちゃんに任せて。私の究極魔術だ。ミク、早く早く。間に合った。もちろん私たちも参加します。ああ、待っていてください。ソーサー様、必ずやあざとですを倒し、ピドポーションを手に入れて人間になって。人間になってどうするの。あんなことやこんなことや、そんなことまで。さあ、ソーサーが欲しいと素直に言おい。ここか、ここに欲しいのか。ウーファー、何よ。このマンの一目しか悪いだから。何言ってんのよ、この未発育王者。おかげ女の子じゃない。始まっちゃうよ、ミック。大魔王アザトです。首を洗って待ってらっしゃい。間に合わなかったか。ダマラム一生の不覚。わかりました。わかりました。わかりました。Thank you.
わかりました。わかりました。天空城のハートエルゴーから頼まれてきました。貿易をしたいとのことです。わかりました。わかりました。このポスターをこの辺に貼らせてもらえませんか。Thank you.
わかりました。私の力が必要なようね。オラ！私の活躍でなんとか勝てたようですな。
ませんよ。これが大帝四将軍の実力よ。